南海急線系電車、南海急線系電車、南海急線系電車は、南海電気鉄道の一般車用、通勤系電車の一系列である。本系列は、南海本線系統を向けとしては、初の採用例となる、オールステンレス製車体を備える20メートル給料開き、4扉通勤車である。長年にわたる特急、 急行を中心とする優等列車の運用で車体の老朽化が目立ち始めていた9000系の置き換えを名目として1985年から1988年にかけてたかの専用8200系を基本として6両、編成2本、4両編成5本の計32両が等急車両製造で製造された。本系列は以下の2形式3種で構成される。 8 2 0 0系で初採用された有限要素法による軽量ステンレス構造車体を備える。ただし、同系列と同様に一般的な軽量ステンレス構造車体を備える車両とは異なり、従来通り側板にコルゲーションが施されている。窓配置も従来通り派が D1D2D2D2D1、モハが 2D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 1D。 乗務員扉 D、客用扉で、もはは、車端部の窓が1枚の方が、ナンバー4となる。全面デザインについては、同系列と同様外周部に、FRP 製の縁飾りが設けられたが、同時期に設計された1万系のデザインにこうして、左右の妻窓の高さが、屋根近くまで拡大され、いわゆる額縁スタイルとなっている。車両番号は、 運転大丈夫の窓内部にバックがダークグリーンに塗装された上で表記された。もっとも左右の腰板部に配されたシールドビームによる全消灯矢を、それに貫通路上部に設置された行き先表示幕などの形状、配置は8200系から何ら変更されていない。また、踏切事故対策としてスカートが装着された。高の専用ステンレス車が無塗装であったのに対し、 本系列は南海本線用であり、五条防止の観点から一般車の腰タブに塗られて、板のと同じグリーンの着色フィルムによる識別体が前面と側面のもとに重複された。これは1993年に関西国際空港開港に伴う新 CI 戦略による塗装変更でオレンジとブルーの式体を重複するように改められ、比較的短期間に終わっている。側面では、 帯が入る位置が下がったことにより、球体の剥離跡が目立つ。この際に、何回のロゴ文字のフォントが変更され、前面窓内の緑色も黒色に変更された。側面の車両番号のプレートは、高野専用のステンレス車両とは異なり、銀色の地にブルーの文字である。8200系の設計を踏襲する、一般的なロングシート車であるが、 全体のカラースキームが暖色系に変更され、座席のモケットは当時南海標準の円磁色でカーテンは青色だった。座席の仕切りがパイプ製から木目模様の入った仕切り板に変更されている。車椅子スペースは設置されていない。座席モケット、カーテンは CI 戦略で座席は灰色に、カーテンはベージュ色に交換された。一部、カーテンは 青色の損置された車両もある。冷房装置は、冷凍能力 1500kcal ロロ、H の三菱電気 CU-191 を各社4機ずつ搭載し、同系列と同様天井に、放流ファンが設置されている。8200KOMB-3280AC の実績をもとに改良が施された。 三菱電機メガバイト -3280BC 直流副貫式電動機をモハに各4機ずつ、総化する。駆動システムは、南海本線系通勤車標準の WN ドライブ。波数比は85、16である。日立製作所 VMCHTR-20B 開示直波制御機をモハの奇数車に2機の東洋電気製造 PT-4803。 A 下枠交差式パンタグラフと共に搭載する。この制御機は、型番の VMC が示す通り日立製作所、特有のバーニア制御機をベースに、境地制御機を、直波制御機で置き換えたものであり、使用線区の線形の相違などもあって、同じ境地直波制御ながら三菱電機製の制御機を搭載した8200系とは、機能や特性がやや異なっている。 97000系統と同様に2組のバーニアを持ち、スムーズな加速を実現している。並列最終段まで、9000系、44段、97000系 8M、47段、6200系、MMC、25段。1986年10月竣工の9507回からは、制御装置に故障記憶モニターが付加され、故障内容のみならず、 発生時刻まで記憶できるようにした、一時車も後に付加。従来通り2枚の板バネで軸箱を支持する、平行支持板式、SU 式のダイレクトマウント空気バネ台車である、住友金属工業 FS-392B もハ0級に、区ハを装着する。8200系までの HSC 系、電磁直通空気ブレーキに変えて、 本系列では三菱電機 MBSR 改正制度併用電気指令式ブレーキに変更された。これにより直通管とブレーキ管の2本の空気管引き通しが不要となり元空気ダメ管1本で済むようになったため空成型の保守作業が大幅に簡素化されている。それに伴い戦闘連結機はブレーキ指令用の空気管の穴はあるが 配管されていないため機能は殺されている。また、南海線の車両としては、初の回正ブレーキ付きの車両であった。また、この変更に伴い運転台のレイアウトも大幅に変更され、マスコンとブレーキを開けた横軸にハンドル型とされ、デスク上に速度計などのケーキを埋め込んだ洗練されたデザインとなった。もっとも、ブレーキ指令の読み替え装置を搭載しておらず、 連結機も異なっているため、従来の HSC 系電磁直通ブレーキを搭載する3000系、7000系、7100系や1万系との並結は不可能となっている。本系列の4両編成は2018年度よりリニューアル工事を実施している。2019年時点で登場から30年以上が経過しており、設備の老朽化が進んでいること、近年増加する。 空港船の需要に対応する接客設備の整備が必要となったこと、1万1の車両故障時の冗長性確保ができず4両単独運転が不可能であること、境地直波制御の更新部品が徐々に製造されなくなり部品調達困難な状況であることなどといった問題があり、これらを対処するためのものである。更新内容は以下の通り、 9000系のうち最初に更新された一編成9501回については、社内の快適性を高めるとともにブランドイメージの向上を図る目的とした南海マイトレインという名称で、南海社員と和歌山大学空間デザイン研究室の講師、川澄則弘士監修のもとで作成した4種類の内装案をナンバーシティに展示し、利用者のアンケートによって、 更新内容が決定された。アンケート結果をもとに改装されたリニューアル車は、約1年間の期間限定で、プロジェクトイメージカラーのオレンジ色を基調としたカラーリングを施し、2019年4月25日に営業運転を開始した。4両編成の普通車運用のほか、12000系と、並結した特急サザンの運用にも充当されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。